地方、明日の甲子園のチケット、とんでもない値段で転売される。くそ。まあ、妥当だな。マジかネタか微妙な価格設定だな。チケット転売は逮捕リスク高すぎるからな。こいつらも逮捕されるわ。言うほど明日が最有力か。明後日の自由席のチケットなら持ってるけど売ってええか。ほんまに売れるならええな。負けたらただのバカじゃん。今日は親木だから勝ち負け予想つきづらくない。優勝確実ですらないのにアホちゃうか。少なくとも今日マジックさんのままなら14優勝消えるのに。大阪府警も超限界態勢やぞ。パイン飴が例年の2倍も売れてるらしいが、 CM とか打つのアホらしいくらいの宣伝効果やな。明日で決められんかったら甲子園での童話ではないから必死やな。残り2試合でマジックさんってクソ微妙やな。自力邪道にもならん可能性あるのか。まあ100万はネタにしても最安値で5万とかそんなレベルやな。これくらいなら出すやついるだろ。でも買うなら当日だな。転売であんま儲けすぎるとガチでぶち込まれそうで怖いわ。くそ。一番負ける可能性の高い青柳で勝てればもう明日で決まりだろ。どうなるのか楽しみ。